よいしょー。おかしいで。バーベキューって感じ。見た時にあんなもない。ここでーす。兵庫県朝来市のテラスリゾート朝来です。よろしくお願いします。お願いします。岡山倉敷からね2時間ぐらいで来れました。はい。こんな感じで結構ね山の上で星空が見えるとか雲海のホテルなんで結構ね、雲の上にあります。はい、到着しました、テラスリゾート朝来に。こんにちは、よろしくお願いします。もう家近いですか？ここからここからね30分ぐらい向こうですね。上ですか？北の方ですか？和田山の方。ああ、じゃあもっと上ってどうですか？だいぶ、へえ、意外と遠いですよ。赤い線が入ってるんですけど、これが敷地図になります。テラスリゾート朝来を紹介してくれる、もっちゃんです。もっちゃんです、よろしくお願いします。なんか変な感じするわ。YouTube いつからやったんですか？ね、2年、3年ぐらい前。あ、そうなんですか。はい、トラック乗ってるんですよね。トラック乗ってます。で、一番下があの大浴場なんですよ。大浴場、はい、大学生だからこの前100人ぐらい泊まりてたんですよ。あ、そうなんですか。あ、大学生研修とかで使うんですか？あ、そうです、そうです、研修施設とか。いいですか、こんな家ですけど。みんな行きましょう。ちょっとあの小さい浴槽。ああ、ああいうのちょっと焚いてあるな。景色がいいですねこれ。でもあれですよ、邪魔しかないです、うん、いや、大学浴槽結構でかいですよ。ああ、広いですね。結構広いですよ。すごいすごい、いいですね、はい、学生さんが多いんですか、泊まり来る。学生が階段ですね、大学生。これ唐揚げとかって売ってるんですか？これ。あ、売ってますよ。あ、売ってるんですか？はい、言うてもらったら。へえ、すごいな、カラオケルームみたいな、なんかそうしよう、ビップルームみたいなありますね。お酒買ってきたんで、お酒入れます。どうぞ。お大学入れます。おぉ、どうぞ行ってください。うわ、怖えな、これ今日。いっぱい買ってきましたね。高級ビールを買って。ありがとうございます。お、お、マジっすか、知っとったんですね。俺今そこに金麦、下に冷えとっすよ、自分のやつも。飲みますか、冷やす。ありがとうございます。肉の時間ちょっともうちょっとかかるんで、とりあえず。先に行ってきましょうか。やりましょうか。うわー、やべえ。シャンケさんとコラボですわ。はい。じゃあ、最高やね。はい、もう飲みたかったっすわ。ありがとうございます。ありがとうございます。先に着きましょうか。いいですか？はい、どうぞ。キンキンに冷えたんすね。やべえ、俺チャンケさんに酒を継ぐ時が来るとは思えへんかったわ。お疲れ様です。お疲れ様です。最後、おお、あー、うまっ。最高、最高っすね。生き返るっすね。やべえ、チャンケさん今日ほんまありがとうございます、コラボ。いや、よろしくお願いします。お前だぜ。お疲れです。いらっしゃいますよ。やっぱり、うん、ママ入る？プール。ふんちゃん、いつも何杯ぐらい飲むんですか、バーベキューの時？でも多分10缶ぐらい飲むと思います。マジっすか？はい、もっといくと思います。ずっとビールっすか？あ、チューハイも飲んでますよね。ビールとチューハイとあとハイボールぐらいですね。ああ、いいっすよ。ハハハハハ、ここ行きな。かわいい、うまい、もう知らない。めっちゃすげえよ、見て、サウナとかあるんで、こっち。写真とか撮っていいよな。あ、いい、全然全然。山ありおるよ。山あり谷あり、サウナ、うん、サウナがある。あれ、あれさ、いかんけど。え、じゃあ、山あり、山あり、途中なんですけど。へ、僕あの、はい、僕あの林業もやってて、僕らがこの辺で切った木を。え、あれって手作りですか？手作りです。え、すげえよな。で、あの丸いなんかお風呂みたいなのは何ですか？あれはお風呂です。あれ本当にお風呂？やばいね。サウナ好きですか？サウナ嫌いです。嫌いなさい、本当に嫌いなんです。ごめんなさい。虫も無理ですね。虫も無理だね。もう暑いの。最初なんか最初クワガタを捕まえ行くって言って、そうなんですよ。いやー、ちょっとみんな虫嫌いなんで、でもきついです。何か
虫取り行きたいだけ。クワガタおるでそこ。え、行こうよ。え、クワガタどこ行ったかいな。怖いんじゃない。触れるのクワガタ。触れるの。触れるけど見たい。指だけ。そこおるで。絶対怖い。カメムシ触りに行く。カメムシ。カメムシは嫌。葉っぱみたいじゃない。大木さん、下の男の子何歳ですか。1歳半ですね。ポンクやな。普通に3歳ぐらいのお子様ランチを全部食うっすからね。マジっすか。やっぱチャンピオン。おっとおっと、シワ争い。ほんまや。よーく。あ、いけいけ。スキヤで4つぐらい食ってますよ。牛丼。好きだ。色んなに。あ、むしむしむ。これ何？ちょっと待って。もういいな。平成4年はみんなテンションが高いんよ。平成4年おかしいで。え、その上なん？こぼれていけんの？えせせ。見た時にあのもうないが付き合うか。激安ハイボール。あ、激安ビール。えや。でもこういうなんか薄い味のがいいわ。肉が来ました。すごいこの肉。すごい。すごい。8キロらしいですよ。8キロ。8キロあるっすよ、ジャンクさん。やばい。やば。これはやばいね。わ、なんかいっぱい来たね。すげえ。やばいねこれ。やばいっすね。やばいだよ。やばい。最終8キロになりました。旦那さんが一人で食うっすわ。米は今日25だけました。米25よいしょよいしょ。あ、肉入った。やばいな。でもやばすぎる。この手やか、この手やか。バキ割り？すげえ。バキ割りやで。あ、すげえ。ちょっと俺もやりて。俺もやりて。おぎる行こうか。行こう。ちょ、手やったら、手やったらいけんね。頑張れ。手はいけんよ。大丈夫、大丈夫。もっともっと頑張って。おっ頑張れ。おー、すげえ。もう、手術して大丈夫ですか。全然手叩いても大丈夫だから。じゃあ、ここ持って。いくよ。頑張れ、頑張れ。お、上手上手。なんか入れてない。巻き割りのプロじゃが。巻きプロじゃが、巻きプロ。みんなやりたい。初めて、めっちゃすげえな。結構パコンっていく。一発で結構いっちゃう。わあ！器具を壊れそう。こけこっちいいな。あんま力やんな。え、怖い怖い。はいはい。あいよ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 。しなさい。うわー。お、もう涙流しながら殴っとる。日頃の人ですか。今日巻き割り怖かった。巻き割り怖かった。ノリーナ最高や。全部いきます。プワーっといきましょう。ここは豪快に。はい、豪快じゃあで。いきますよ、豪快に。それいく、マジで。ほんまいきます。それの半分にしとこうか。半分にしとこう。あ、めっちゃでもクールダウンしたわ。苦しい。水かぶった。ボトルに入ってきた。いいね、鳥と豚のコラボレーション。これはもうタンパク質の塊ですから。タンパク質、うん、いいね。いいタンパク質でございます。そうや、いいっすね、バーベキューって感じ。ほんまに。てか、プール入ってきてめっちゃ気持ちいいじゃん。うちのタレがめちゃくちゃうまいんで。あ、タレ特製なんすか。オリジナルなんすか、タレが。市販ではあるんですけど、めちゃくちゃ美味しいタレ使って。へぇ、米が進むタレっすよ。楽しみ。米が進むな。お米もガス入れたいでるんで、めちゃくちゃ美味しい。へぇ、とって、耳と鼻に。食って飲んでしよう。うまそう。ちゃんけさんにたじま牛食ってもらいたいな。刺し巻き。たじま牛。あ、たじま牛。はい、有名なんですよ、この辺やったら。食べてみたい。
うまいっすよ。あ、今度ホルモンマジで奢るんで。いや、ホルモン送るんで。メジっすか。はい、タカさん、送ってあげよう。これも動画出してください。いいんすか、全然全然出しますよ。やばいな。むちゃご飯大盛りっすか、これ。大盛り行きましょう。いいね。大盛り行きましょう。ねえ、日本昔話みたいな。4号行きましょう、1人4号でも20号炊いてあるんで。よくよっすね、1人4号、はい、4人なんで。ごっつい食いそうやな。これちゃんけさん、これね。いいですね。生で見れるで。ビール茶漬け しないですか、この辺の人は。お肉とビールでご飯でビール茶漬けみたいな締めで。マジっすか。やらないですか。ちょっとやってみましょうか、今日。やりましょう。初めて。はい。はい、やばいな、これ。山盛り飯。山盛り飯。どんちゃく。やっさ。これちゃんけさんの。何枚か。よっしゃ。これ。いただきます。いただきます。あー最高、スキッパラで結構酔うっすね、やっぱスキッパラは。いきます。いやいきます。いやあそこあるわ。最高やね。山盛りご飯、山盛りっすよ。はい、まあ、俺はちょっとこれタレっすね、オリジナルの。これ結構うまいみたいですよ。ここにね、残りやで。伊勢の食べましょう。これが美味しい。いきます。いただきます。うん、これやばいっすね。うまいっすよ、このタレ。普通にご飯専用のタレみたいな。そうか、甘い。うまっ。いいですよ、いいですよ。このタレなんかお前何杯でもいけるって。米もう乗っけたら、お母さんガチで噛んでる。そんなもんかけたでしょ。うまい。お姉ちゃんも寝る。僕うまっ。ただいつも来てくださいよ、朝ごしも。今度可愛い、行きましょうか。タンカさん、いやいや、うまいでしょ。朝から食う取らなかったでも腹ペコっすわ。間近で見れてるで、間近で。うますぎ。食べれる新しいの作る。一気にビール流し込む。一気半分終わる。うん。うまい。うん。乾杯。乾杯。はい。早いですね。うん。ちょっと俺も。うまい。いっとかなか。うまい。いや、ビリビリだよ。めちゃくちゃうめえ。薪も入れとうでね、結構薪の香ばしさも伝わって結構美味しいでしょ。やっぱ薪で焼いたら結構。今入れてやる炭火と全然違う。薪の匂いがそうすね。うん、うまい。うん、酒があればね、なお何でも OK ですよ。タレうまいっすね、これ。あれ焼き鳥が欲しかったっすわ。え、焼き鳥が欲しかったっすね、焼き鳥が。焼き鳥ですか。ねえ、うん、うまい。ご飯ある。ご飯あっちだ。ここ余ってる、余ってますよ。あ、余ってる。ある？これ自然の中で食べるのね、やっぱり一番いいっすよね。周りに何もおれへんから、気使わんでいいのがいいっすよ。気使わずにね、パー食べる。また田舎に来てください、うん、田舎は結構いいっすよ、ほんまに。朝ご最高っすね。そうですよ、うん、田舎やけど夏は最高っすよ。冬はちょっとね、なんもないんでね、あれやけど、夏はマジで最高っす。最高。川もめっちゃ綺麗やしね、ほんまに。夏に持ってこいだぜ、田舎は。うん、ほんまに北欧っすよ。飲みも食いも両方できるっすよね。これどうすんの。すごいですね。え、肉食いながら先あ飲めます。カツ丼食いながらビール出す。いいですか。油でなんかやられません。え、肉とか食っとって酒飲んだら油でなんかこう胸焼けしません。うえみたいな。そんなことないですか。若いですよね。全然ですよ。マジですか。やっぱちゃうな、ちゃんけさんは。よう食うこと。よう食うで。食うとかやね、酒は。すごいっすわ、ほんま。もういっぱい入れていきましょう。あ、来ました、社長が。社長も食いましょう。美味しいですか。うまいっす。うん、タレ最高っす。うん、うん、よー食うわ、関係様が。うまい。激うま。ママ、ママ食べる、ママ。ここどうした、バーバーに囲まれてるか。おいちん、おっこん。なに、美味しい。
ご飯食べる？くーちゃん美味しい？美味しい。おいしい。普通のご飯食べる？おかわりするご飯。うん、これおかわり食べたい。ご飯も美味しいよな。ご飯めっちゃ美味しい。多くあとよう食べるな。ちゃんけたんにてよう食べるわ。肉ばっかり食べて。将来のスキヤでネギ玉牛丼4つ行こうか。触ってみて。かわいい。かわいい。ネギ玉牛丼4つ。よーくいうこと、はい、誰に似たんやろ。うまいわ、マジで最高っすね。最高。次、この肉いってきますか。行きましょう。行きましょう。むっつい量っすよ。だったらむちゃくちゃするっすよ。すぐチンコ。コーンできたん。ふーちゃん、コーン茹でとるらしいよ、食べる。かわいいな。これぶっかけますか。味忘れとった。飲みますか。豪快に。豪快じゃ全部で。どうせ食うじゃないですか。はい。いいですよ。よいしょ。豪快じゃん。豪快にいかないね、やっぱり。まだ。豪快な。うわー、うまそうやわ。星綺麗ですよ、ここ。マジですか。はい。今日出るっすかね、星。今日は多分無理っすね。オリオン座とか。今日は無理っすね。でも普段めっちゃ綺麗ですよね。うん。素晴らしい。弾けるポップコーン。あっちで。焦げちゃったっすけど。うまそう。あ。これも絶対うまいっすよ。うまいっす、うまいっす。取れるこれ。実家釣り勝利。ボーリングしよう、ボーリング。焼肉丼。今ハイボール。ちゃけさん、どうぞ。よっしゃ、ビール。ちゃけさん、行きましょう。受け入れてくれるけど。ちゃけさんに肉をマシマシ。いいんすか。どうぞ。よっしゃ、やれ。ボコーン。あざいっぱい。オッケーさー。食いましょう、パクッと一緒に。何じゃこれ。で、絶対うまいこれ。いただきまーす。いただきまーす。なんか吉野家みたいやね。うん。うん、うまっ。うん。肉食べよう。最高っすね。あ、ピリッミスった。うまい。うん、オープン食べれるものが。あ、肉があれば何でもできる。うん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 。マッチョ、マッチョたち、ちゃんけさんも筋トレ頑張っとるな、庭でも。いいね。ちゃんけさんにあそこで筋トレさせる？私、上で。夜中に、夜中にします。夜中に筋トレはシュールすぎる。いやいや、すごい、めっちゃでも食ったな。うん、割と減ったけど、またこれ、あの来たんでね。結構、俺も結構食うでな。うん、いつも食べるっすね、ほんま。うん、ほんまにまだ全然。まだ俺のパパは5割ぐらい。あーうまい。はい。今日ずっとビールですね、僕ら。ビールいいですね、やっぱ、ね、夏って言ったらビールっすよ。ビール、ビール。ビールの次何来ます、いつも。チューハイっすか。チューハイっすね。そうっすよね。ビール、チューハイとかハイボール。で、最後に腹溜まったら焼酎とか。もうずっとかね、割り合いするっすからね。あうまい、うまい、うん、ここや、かわいいな。じゃあ、最初じゃあ目隠ししてやろうか。じゃあ、タオル持ってくるわ。あ、ハナちゃんちょっとタオル貸して。目隠ししてやろう。行くで、さて、10回回って、うん、叩くん。あ、取れた。はい、あのお茶碗持つ方、お茶碗持つ方、そうそうそう、もうちょっとお茶碗持つ方、後ろ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 、もう一歩、違う違う違う、下がってんな。もうちょっとお茶碗持つ方、もうちょっとお茶碗持つ方、違う違う違う、いけ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 、惜しい。お、あ、思いっきし、たの思いっきし、せーの、惜しい惜しい。あ、あ、あ、ジュースジュース。お、
タイガース言っとけ。おっ、身が出てきたから。おかけ、おかけ、いきますよ。はい、いっせーので、よいしょもう一回、割れた？割れた？わあ、すごい！おいしい？これ食べる、これ。ほら、おいしいな。ちっちゃいやつ食べて、ちっちゃいやつ割って。おいしい？おいしい？うまい。タラララララ、全然関係ない。仲良しや。行ける行ける行ける。おおおおおお、あぶかです。いい風呂浴びて。ほんまっすね、気持ちよかったっすね、はい、いい湯加減でしたわ。加減最高。これまたいただきます。風呂上がりに喉カラカラやからうまいやろうな。いただきます。うわ、決まった。全然食わへんすよ、ほんま。めっちゃ食べないですよね。全然食わへん。一人飲みになったらもう。そうそう。だけどちゃんと夜それこそ毎日晩酌みたいな感じするんだけど、その時はもう2本ぐらいで。うま。生き返るわ。藤原さん、焼きそばやりたいんですけどね。焼きそばパーリー。スイカ来た。あ、わあ。うん。です。これビールとあんじゃん。うわ、めっちゃぬるいけど美味しい。うまいわ。失礼すぎるよ。俺もあれですよ、鳥取さんの結構有名な。鳥取って美味しいですよね。そうなんですよ。私あの寄島じゃない、あの岡山のやつしか食べたことなくて。はい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 。何？はい。全然違うんですよ。はい。はい。わかるとね。ラーメン屋ないんですよね。この辺。あ、これはうまいわ。これはうまい。ニンニク焼きそばじゃん、これ。これやばい。うわ、いやー、最高や。めっちゃ美味しそう。ゆきちゃん、おさらいで。内側のニンニク目もりもりにしとくか。はい、赤。いただきます。ニンニクの目もりもりがいい。これとビールで言わしたろ。やば、ありがとう。味がやばい。美味しい。味がやばい。秘伝のタレかな。味やばめ。ほら、いっとこう。難しいな。ここにぶち込んで。いただきます。テロップ出ないけど、こっち見んだ。テロップでこっち見んだ。体に悪そうなもん、うまいっすよ。はい。ね、もう、マヨネーズぶっかけとうかな。これやばい。このカロリー。お、来ました。大悟。どうぞ。どうぞ。どうぞ。わあ。タコチュー。綺麗な。やっば。なんかすごいすごい。火花。夏ですね。こっから暴れる。こっから暴れるんじゃん。暴れるで、暴れるくん。はい。暴れるくん。暴れるくん。夏やな。楽しい？はい、じゃあ風呂行きましょうか。よし。おー、綺麗。最高チンチン。最高だ。え？ハラオケボックスです。いやもう寝るんじゃない。すげえ。はい、おはようございます。2日目でございます。はい、カラオケして夜中の2時ぐらいまで部屋で飲んでまして、今からね、朝ごはんです。朝ごはん食べよう。上だってさ、カフェみたいなとこ、うん、ありがとうございます。あ、
ようございます。おはようございます。こんな感じでおしゃれだな、モーニングって感じ。来た、すごい。オーコンペロリザかな。オーコンペロリザかな。あどういうこと言ったの。あ、そうか、いただきます。こんな感じでプレートの中ふーちゃんパンのジャム、ブラコンちょうだい。お味まで気をつけてください。あ、お疲れ様。おー、ありがとうございます。どうぞ。置いておきます。美味しいスープ。うん。あ、うまっ。うまい。え、ありがとう、ゆっちゃん。これ何味？まだ食べてねえ、まだ。ある時大丈夫よ、ふーちゃん。スープいただきます。あ、焼きたてやな、これ。水抜いて。うん。焼きたてやん、これ。スプーン？スープ？ジャムだけか？ダメか？ママ？コーヒー飲まない。ちょっとそこまでガッツリもらいます。はい。ケーキ？ジャムパン。おいしい。美味しい。うん。美味しい、めっちゃ。何の味だろうな、ペペロンチーノ。うん。めっちゃうまい。うまいこったホテルの朝ごはんで一番うまい。これ何だった？魚？うん、白身魚。おいしい、ふーちゃん。ゆきちゃんな、夜中にトイレ行って入ろうって本気おいしい。スープうまいよな。うん、はい。あ、こちらですね、2種類ありまして、そちらのジャンキーなのやばっ、これが多分おかけご飯。こちらは普通の通常タイプ、はい、これは卵かけご飯です。はい、2杯お好みでマヨネーズをまた調整してもらって。すげえ、やばい、こっち1つ食べたい。はい、名物の卵ご飯来ました。これがちょっとね、ジャンキーな感じのオリジナルの目玉焼きじゃねえわ、卵焼き、卵焼きご飯で、これが通常の卵ご飯です。いただきます。じゃあ普通の方からちょっといただこう。彩りがいい。うん、うまっ。何これ、すげえ味。え、あれの味だろ、卵かけご飯の味なんだろ。なんかうまい。何これ、醤油入ったん。なんか入ってる。うん、うまっ。がっつりきた。マヨネーズめっちゃ入った。え、潰していい？いや。卵濃いな。なんかオレンジ色。いただきます。うん。結構食べてるな。お腹すいとった？どう？で、これ食うて、焼きうまどうして？めっちゃうまい。でも何の味なのか分からん。何の味なんだろう。ニンニクとか。あ、分かった。焼き肉タレやね。はい、そうや。昨日 の、 ここの特製のタレや。あ、焼き肉のタレ、うまい。焼き肉のタレを食べた。おいしい。食べてみる。はい。
ね。美味しいね。食べられる。食べられる。美味しいな。な。オープン。で8月1日からこのカフェのオープン。そうですね、へえ。バーベキューのコースはあるんですか、もう。そうですね。今予約できます。美味しいの食べてさ、この景色をさ見ながら、そう。最高。あ、豆から引くんですね。すごい。本格派やね、本格派。このマシーンもなんかね、すごい。ああすごい。山賊コーヒーって。山賊コーヒ ー, ー, ヒー、はい、山の上で飲む山賊コーヒー。ああ、なるほど。沸騰するんで、もうここから、うん、今からポタポタとここから押し切るんで、ジブリ飯みたいな。あ、いいや。あ、いいですね。それいいわ。ジブリ飯を外でね、森の中で撮ったら、ジブリ飯いいなっていう予定です。ちゃんけさんにかかっとすわ。もうジブリ飯いいですね。今日も宣伝してあげてください。パーッと、まだ知られてねえもんな、誰にも。ここでカフェするなんて。これはうまいで。おー、氷で薄まるから、あえて濃いめに作ってるんですよ。ああ、もう元々じゃあ、設計して、このね、おーとこ2人で見て。うまいっすか。うまい。あ、うまい。いいね。あ、いい感じや。綺麗、景色。コラネチ阪神ファンやな。あ、うまい。おいで、おいで、おいで、おいで。今日ね、兵庫県朝来市にある雲海と星空のホテルリゾートテラスリゾート朝来に入りました、はい、今日体験したプランは、はい、まあ、バーベキューしてでゆっくりね、お風呂入ってで朝ごはんもね、さっき食べたんですけどめちゃくちゃ美味しかったです。美味しかったですね。朝ごはん、卵がねうまかったですよね。もうなんかもう濃厚でした。濃厚、ね、そのね、8月1日にここのテラスリゾート朝子でカフェがオープンされるそうなんで、またねそちらの方もね、よかったら、オープンの時に、来てみてください。お願いします、はい、テラスリゾート朝子の方では、今日、ちゃんけさんと撮影した、はい、1日のこの、バーベキューだったり朝食コースもう全部込みで1万2000円なんですけど、ちゃんけブログを見たと、言ってくださったら、2000円割引の1万円ポッキリで宿泊できるので、よかったら、テラスリゾートあそこの方に、予約してみてください。お願いします。はい、またね、テラスリゾートあそこのインスタグラムを、はい、またねやってるんで、また予約を DM、 予約をねこれ DM でも大丈夫ですし、直接ね、はい、ゼロンとか楽天にもね、載ってるんで、そちらの方から予約してもらっても大丈夫です。お願いします、はい、結構山の奥の方にあるんでね、はい、お越しの際は気をつけてください、はい、夜は鹿も寝るんで。そうですね、はい、まあ、僕らはね、はい、あそこに行って降りてスーパーがなんかあるんで一軒、はい、そこでお酒とか買い物してここにホテル着いて、はいはい、ちょっとねその麓から5分ぐらい車でかかるんで、買い物はねそこで一気にして、はいはい、まあ自販機とかもね100円とかでジュース売ってるし、はいはい、お酒もね販売してるんで、まあね困ることはないと思うんで、はいはい、このテラスリゾート朝子のバーベキュープラン1万2000円が1万円ポッキリで、はい、なんか税込みですか。税込みです。税込み1万円。税込みです。実質9000円ぐらいですね。じゃあ、そうですよ。うわ、すごい。夏の思い出に家族と来ちゃってください、はい、あそこに遊びに。あのね、大きい肉山盛りね、肉6キロの大きい全部食べました。野菜も美味しい、肉も美味しい、はい、朝ごはんも美味しい。最高な、最高でした。テラスリゾート朝ごさんでした。はい、ということで今日はねありがとうございました、もっちゃん、もっちゃんねるとコラボということで、はいはい、ありがとうございます。もう念願が叶いました、はい、ね、私はもう嬉しいございましたありがとうございます、本当に。まだ地元とかそんな朝ごしかね。そうです、また次岡山の方に行って飲み歩きしましょう。行きましょう。お願いします。はい、というわけで今日は、テラスリゾート朝子にやってきました。皆さんね、はい、兵庫県朝子市にある朝子、テラスリゾート朝子、お願いします。お願いします。お願いします。お
キューティーハニーみたいな感じだな。てってってってこれ洋室ですね。洋室すごい。店員が7名です。店員7名。うわ綺麗。わあ。すごい。すごいですよ。11月になったらここから雲海が一望できると。はい、めちゃくちゃ眺めいいんで。こっから雲の上飛び乗れるじゃないですか。そうですよ。ポイッと。いいですね。なんかね、洋室は洋室なんですけど、はい、ここをフラットにできるんですよね。これは。これフラットにできるんで。うん、またこれがいいですよね。そうなんです。うん、寝れるという。子供らが来たらここフラットにして寝れます。全然。何食べてますか。塩飴です。まずファミリールームもツインルームも、まあ一人1万円でポッキリで、お、お、ちょっとこうロマンス的なラブラブ系な感じですね。あ、こっちでいいんですか。はい。あ、いいですね。ツインルーム。あ、おしゃれおしゃれ。おしゃれやね。はい。ね。まああれやね。自然に囲まれて。そう。これガラスが大きいのがいいですね。そうなんですよ。綺麗、ほんま。うん。またね、これカップルだったらベッドひっつけてね寝てくださいね。はい、カップがパーンしてください。ここは和室です。僕らが泊まった、部屋の、はい、行ったら結構出てきましたね。日本人で言ったら和室ですよ、うん、ちょっと小さいタイプの。ここは女湯ですね。ということで今はちょっとね、はい、抜けとるんですけどね。はい、こんな感じで、はい、もう結構でかいですからね。お、大浴場広いですね。はい、今ねちょっと掃除中で水を抜いてますけど、こんな感じでめちゃくちゃ広いです。はい、ここはね、カフェでございます。はい、まあ朝朝食食べた場所です。ここが朝朝食で食べるところ、そして8月1日にここがカフェとしてオープンいたします。はい、楽しみやな。秋はここで鍋プランも楽しんでいただけます。ああ、鍋もいけるんですか。寒い時期は鍋、ね、暑い時期はバーベキューということで。素晴らしい。この眺めがまずすごいんですわ。これ多分11月雲海の時期になってここでコーヒー飲んだらやべえぞ。いいですね。眺めがもう半端だない。すごいね、これ最高やね。今あれね、ウッドデッキ作りかけなんですけど、はい、あそこもキャンプ場としてこれから使うように今組み立てて、あそこでサウナして。いいですね。サウナしてキャンプして、まだ未完成ですけど頑張って作っていきます。はい、じゃあバーベキュー予約しとっても、まあ、雨が降ったなと思ったらここで焼肉できるということで。そうですね、はあ、なるほど。昨日ね、カラオケしたんですけど、はい、ここはカラオケルームでございます。ああ、結構人数入るですよ。そう、入るですね。20、30人入りますね。そうなんですよ。こっちもこれミーティングとかに使っている。あ、これミーティング会議室ですね。会議室、はい、飲んで卓球したりとか。ここが大会議室。これを大学生らが飲んで。あ、これボルダリングか。そうなんですよ。いいですね。ガチで、あ、ガチの筋トレルームが。筋トレルーム。いいですね。エアコンもついてるんで。はあ。いました。ここはね、テラス。テラスリゾートはそこのテラス。テラス。そう。ここから星空見えるし、結構夜も結構ね、涼しかったっすよ。涼しいです、うん、ちょっと寒いぐらいでしたね。ちょっと肌寒いぐらい、やっぱ山の上なんで、はい、秋はもっと寒いんでね。で、このね、景色最高やわ。最高やね。はい、このステッカーをね、置いとくんで、またいる方はね、30枚限定で置いてますんで、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。常夏トロピカガールと一緒にはしゃぎたくなる桃田。